どうも、俺木と申します。もたもと申します。今回はこちらから氷見線を撮影していこうと思います。キハ40追っかけます。はい、さあ、そして今回のメインの JR 天原市駅の駅舎ですね。はい。綺麗ですね。そう。でこの駅は明治45年に開業した駅。意外と古いんですよ。お、古いですね。そうなんですよ。で、そう、もともとは JR じゃない、JR っていうか JR の前の国鉄ではなくて中越鉄道っていう私鉄の駅だったんです。そうなんですね。で、日本海側、この中越鉄道っていうのは日本海側で一番最初にできた私鉄というふうに言われてます。で、この中越鉄道が氷見に伸びるときに1912年明治45年に開業したときと一緒に天原市駅が開業したというね。で、中越鉄道はこの今でいう城花線とこの氷見線っていう2つの路線で、城花線っていうのは砺波平野っていうお米がいっぱい取れるとこなんで、そのお米をこの港から出すためにできたのが中越鉄道という感じですね。はい。今はもうすっかり観光地、観光メインっていう感じですけど、かつてはもう産業の日本を支える鉄道の一つだったっていうことですね。この氷見線ともう一つ城花線ね。ということでですね、今回駅堪能しましたね。堪能しましたね。はい、歴史のある駅ですから。はい。で、ここからですね、ここの天原市、朝だけね、交換があるんですよ。駅で。そう、この天原市駅で、キハ40が並ぶ姿が見れるわけですよ。しかもね、それが国鉄型の機動車。はい。キハ40、47、これが並びますので、はい。それを取っていこうと思うんですけども、ちょっと移動する前にね、ごめんなさい。こんな格好をしますね。ロボットみたいだよね今日。そうなんです。ちょっとこんなあったかいさなかにね、要はあれですよ、あれそうみんな俺木さんの友達です。今通ってる人はみんな俺木さんの友達。そうそうね。あとで合流すんだよね。あ、違うか。ちょっとバイクでね今回。そう、こちらですよ。非常にお日柄もいい。お日柄もよくバイクで来ました。それでちょっとまあね、暑苦しいんですけども、ちょっとそこはご了承いただいて。いいんだね。これで取っていきましょう。本当は5玉もバイクで来ようと思ったんです皆さん。本当は。うん。そうなんです。うん。でもちょっと、いや昨日ちょっとはしゃぎすぎちゃって疲れちゃってバイクで来れなかった。5玉らしいですね。車で来ちゃった。5玉らしいです。うん。さあ、そして今回はなんか俺木さん生意気な。カメラを持ってまた借りてきちゃいました。このズームレンズ、このね白いレンズっていうのはやっぱり高いし目印だよね。そうなんですよね。そうわかんないけど、まあレンタルですからね。レンタルですから全然こっちは自分ですけど、こっちはレンタルなんで。ああ、なるほど。はい、これで駅を交換する列車撮っていこうと思います。さあ綺麗な離合が見れましたけど、ね、写真の撮れ高的にはどうでしょうか。まあね、撮れましたよ。本当に撮れた。もうせっかくのいい天気だから逃さないでくださいこのチャンス。やっぱりね、ど逆光なんです。そうだね。うん。まあその中でね、やっぱりその白飛びさせちゃうとせっかくのね立山連峰がシルエットも映らなくなっちゃうのはちょっと寂しいんで、ということで撮った写真がこんな感じになりますよ。パシャ。じゃん。パシャ？なんで急に交換？いやこうすれば交換をつける人ないかなと思って。まあ、つけました。っていうので撮りました。こんな感じです。で、ちょっとですね、まあ、背景としては、やっぱり、列車がちょっと黒気味なんですけど、そこはちょっとレタッチで全体的に上げてみました。で、立山連峰もこう、シルエット映ってますね。綺麗です。で、駅舎の方も、この古い木造の感じ、映ってますし、いや何よりここでこう、離合するっていうのが、すごく美しいんじゃないかなと思います。で、こう、列車が去っていくところも撮りましたよ。これすごいね、ちゃんと逆光を抑えて後ろの山まで見えてるんだね。ちゃんとですよ。いや絶妙なところをちょっと探すのにだいぶ苦労しましたけど、これ全体的に暗くすれば後ろの山も映るってことですか。そうですね。要は後ろの山が明るすぎちゃってるので、そこに合わせるとどうしても列車が暗くなっちゃうんではあるんですけども、で最後この列車がね氷見方面に出る列車、これも撮りましたので、これがこう出ていくところね。パシャと。なんでこう缶を入れるので、去っていくところと、まあ立山連峰が入ってるところで、今度は列車がいない分でこう奥までしっかり海のところまで見えてますから、それもそれでこう綺麗に撮れたんじゃないでしょうか。なるほど。はい、まあ電車の顔がちょっと潰れ気味になっちゃうのはまあしょうがないって感じですかね。それよりも後ろの山を映したいってこの絶妙な全体的に入れたい調整具合って感じ、っていう感じですね。さすがですね。ということで撮れましたので、はい、こちらの離合良かったですね。そうだね。まあここは本当に定番っちゃ定番ですね。もう電車好きの方なら多くの方知ってるね、ご存知だという名所だと思います。昔からの風景が残っているっていう、昔からの列車も残っている。そういうところがね、やっぱりこういろんな鉄道の特に撮り鉄の魅力をかき立てられるんじゃないんでしょうか。そうですね。乗り鉄としてもこの氷見線っていうのは結構すごい魅力的な路線ですよ。そうですよね。そう。やっぱり日本海が見えるし。ずっと海沿いだから、ずっとっていうか大体。ということで、今回はこちら綺麗な写真撮れたので、ここの天原市駅の撮影は以上にしたいと思います。はい、いい写真が撮れてよかったです本当に。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。はい、ということでバイチー。バイチー。